1984年9月26日、フランクフルト公演での写真。The Works Tourは、イギリスのロックバンド、クイーンが1984年から1985年にかけていったコンサートツアーである。1984年10月に、バンドは、ボプタツアナのサンシティで12公演を行う予定だったが、フレディの喉の調子が悪化して、公演を続行できなくなり、3つの公演をキャンセルすることになった。当時イギリスの音楽家ユニオンは南アフリカのアパルトヘイトに対抗して同地でコンサートを行うことを禁止していたので彼らに非難が殺到した。ツアー中の1985年1月12日と19日、バンドはロックインリオに参加し、この時の映像は VHS でリリースされた。1985年5月11日の東京公演の映像は伝説のチャンピオン、ファイナルライブインジャパンとして1992年にリリースされたが、この後の5月13日に名古屋、5月15日に大阪でもコンサートを行っているのでこのタイトルは正しくない。これは1984年9月30日にオーストリアのウィーンで行われたライブのセットリストであり、ツアー期間中のすべてのセットリストを表すものではない。マシーンワールドテアイット、アップタイユアマザー、ダウンアンダープレッシャー愛にすべてを、キラークイーン輝ける7つの海縁の、ロックンロールライアーインプロプトゥ永遠の誓い、ドラゴンアタックナウアイム冷やかなしい世界ラブオブマイ、ライフストーンコールドクレイジーグレート、キングラッドキーボードソロギターソロブライトンロック地獄へ、道連れハマーとフォールアイという名の欲望ボヘミアン、ラプソディラジオガが、アンコールブレイクフリー監獄ロックアンコールウィウィルロック、有伝説のチャンピオンゴッド、セーブザクイーンサポートメンバー。ありがとうございます。